長いゴーゴー、長いゴーゴー、長いゴーゴーゴー。さあ、ということでですね、本日 FC 東京の方から契約更新の情報が発表されました。本日長井選手、健人選手、内田選手、鈴木選手、東圭吾選手、この選手の契約更新が発表されたということです。非常に嬉しいです。まあ、特に永井選手はタイへの移籍のちょっと噂なんかもありましたので、この契約更新とても嬉しいです。他の選手の契約更新の発表も待ち遠しいです。さあ、一方コアレアルですが、今回はですね、エルクラシコに臨む形になります。まあ、前節ちょっとお互い荒いプレーも出るかなり激しい試合になりましたけれども、その中でもきっちり勝ち点3を得ることができました。まずはですね、前節皆さんからいただいたコメントで、この試合の反応をちょっと見てみましょう。まずはその辺にいるガンパサボ記者からです。15位だと企画としても何とも言えない結果になってしまいますよ。みんなの期待に応えて降格圏に戻りませんか。そして勝ち試合をなくしていきましょうというものに40いいねついてる状況です。続いてアントワーヌ・グリーズマン記者からです。ボアロンが勝ったので低評価をしておきましたということです。ありがとうございます。続いて友野記者、このままだと降格圏の上をうろうろするだけの迷子おじさんになるということです。最後ワワワタ記者、通知来た瞬間に見に来てコアラのコメントを見て勝ったことを知り動画を閉じてる自分がいるということで、これを視聴者は勝利を望んでいないということなんでしょうか。まあ、ただこのエルクラシコは本当にもうレアルマドリードの選手にとっても絶対に負けられない舞台になります。でそして先日ちょっとフィファのイベントも参加させていただいて、まあ、ファントムさんとかマイキーさんとかフィファのとても上手い方と、試合させていただいていろいろアドバイスもいただきました。それを生かして今回のエルクラシコは絶対に勝ちたいと思います。それでは試合の方に行ってみましょう。さあ、それではエルクラシコスターティングメンバー見ていきましょう。まずはコアレアルのメンバーです。いつもと変わらぬメンバーになっています。中盤はクロスが入っています。そして一方バルセロナの注目選手の方はメッシです。メッシ選手に注目ということです。コントロールシュート気をつけていきましょう。それでは試合の行ってみましょう。この試合はおそらくこのステージで最高、これは本当に最高の試合になりそうです。もうここの勝敗でコアロがこれから注意に、行く動画になるのか、それとも降格圏また沈められる動画になるのか、運命の分かれ道になります。上位はないですか。いや上位はもう、はい、厳しいんで、はい、いやマジ勝ちたいな。世界中の注目が集まりますね。負けたら無視で。いやいや、じゃあ、じゃあ、あれ、そうです。あなたも無視なんですけど、はい、いいんですね。当然、はい、そうです。クラシックはそういった戦いです。よし。誰と握手して。いや、ちょ、お前やらせ。本当、メッシになんか、チンチンに抜かれたりする展開だから絶対危ない。もう左足のコントロールシュートっていうところだけ、本当に最大限警戒払っていきましょう。いいですね。はい、よし、エルクラシコ、開演です。いよいよレアルマドリードとバルセロナの試合が始まります。強豪同士の戦いになりましたね。危険な位置です。緊張感が増してきます。カルバハル、カゼミール、アベス・ロドリゲス、味方の位置を確認する、クロースへ、いやすみません。今のは TN 使わないとダメだ。完全にずれてしまいましたね。君が出たな。いやー、いや、今のいいでしょ、全然。このカットは大きい。危ねえ！しっかりと奪いました。カゼミーロ、カルバハル、ロドリゲス、いい形でゴール前までも。いやー、そっちかー。サイドからのチャンス。キーパー。いやいけ。いやー。いやー。はいはいはい。クリアされます。いやー。アザールいい競り合いだったけど。コーナーからエリア。ゲイ。いやだろ。いやー。よし、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 
よし。よし。さあ、ここから、からポイント、いつも言われてる。試合の進め方で意識。リフティングアムシ。ナイス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 。エルクラシコ。世界中の注目が集まる。レアルマドリードとバルセロナの大一番だ。体を盛り上がるダビーマッチと呼んでもいいでしょう。どんな試合を見せてくれるのでしょうか。互いに世界トップクラスの選手を擁しています。ナイスマジで OK。 素晴らしい試合を見せてくれるでしょう。まずいメッシ、まずいハムシクへ、さあ、クルちゃん、オッケー、あぶねー、あぶねー、いやー、よくさ、よし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 、あぶねー、あぶねー、あぶねー、しびれる展開だ。オッケー、いけるでしょこれ、いやー、あぶねー、ないだろう、どう考えても。あー、これー、いやー、よかった。よし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 、無理に近くとこいいよ。いや、うまく読んだインターセプト。まず狙えてる。ファー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 、メッシへ折り返せるか。あいつやらせ、いやあああああさすがです。ミニ上腹、じゃあ、のけぞり、のけぞりっす。きつい、一番ケーキもファールでやっぱ止めないと、あいつきついな。すげえわ、やっぱメッシ。相手ゴールへの道を探っています。オッケー、ああ、取られちゃう。もしもし、もし。どこ空いてるかよく見極めて。オッケー。オッケー。エデン・アザール。クリアできた。オッケー、オッケー。ドラッグバック、よし、うち、いやあ、マジで今のまずいって。おいおい、キープ来る、いいよ、スローインでゲームが再開されます。意味わかんないことしちゃったよ。息止まったらあいつしょうがないよ。もう、いや、あれ見てほしかったな。ベイル、硬いディフェンスに攻めあぐねています。いや、きつい、前に出しました。きつい、一気に行きたい。おー、よし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 、ギリギリでした。これを繰り返し狙っていけばチャンスになるようです。あぶねー、コーチンよ、ジョルディアルバ、スペースへのボール、まずいって、なんか足りて、くる、おい、いやー、ノブね、チームのピンチを見事に救いましたね。それでいけー、足りない人が、アレス・ロドリゲス、いや、ロード、ロード、ロード、ロッド、おい、この選手がスアレスです。きついってあいつに持たせたら。メッシはサイドに持ち出すでしょうか。マルコ・ベラッティ、ジョルディ・アルバ、ハムシク、セルジオ・ブスケス、スアレス、メッシ、最後見とけ、おお、あぶねあぶねいやー、触ったからなー、ラモスがまた当たったから、ちょっとずれた、ひどい、あー、危ねー。
ティティ。ブスケス、注目のハムシクです。メッシ、スアレスへ。スアレス！おい、多く去った！危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。明らかに試合の流れが来ています。まずい、この時間ちょっと過ぎるから。危ねえ。カゼミーロ。そう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 。ベイル、ここはクロスのチャンス。ゲイ！いやー、きついか。いや、ゲッちゃった。オッケー、オッケー、あぶれ！オッケー。まずい！おー、行くしかなかった。もうレッド。ちゃ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 、イエローイエローでいいでしょ。さすがに。イエローだったらまだ許せる。意味がわかんない。ちょっとあそこは止めるのがあったけど、今。もう待って、困る。会場には怪我させようとしてる。よし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 。いやもうなひどすぎるこんなの。ちょっとランドはごめんなさい。違う違う。ハベス・ロドリゲス。カゼミーロ。何をやってるマジで。この選手がスアレスです。さあスタジアム。マンデー。マンデーじゃねえよ今日。マンデーだよ今日。いやーまあまあひどいよ。失点しなかったのこのよ。メッシですが、前半もご覧になってどのような印象ですか？レオメッシでやられた時どうなのかと思った。マジで。ちょっともっとラストパスの精度変わればもうこっちも簡単チャンスで見出そう。いいですね。はい。レアルマドリード対バルセロナ。いいいいこの舞台では。はい。マタイスデリフト。ブスケツ。マレクハムシク。コーチャー。そう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 。このシュートは大きく注目のハムシクです。スアレス。ジョルディアルバ。ブスケツへ。オッケー！いやーもう一個。いや。サイドをえぐって中を見る。コーチーニョ。あぶれ。メッシー！いやー。オッケー。いやー。え、なんでトラップできないの？今の。デリフト。ビッグチャンスだろ。なんでギブオンです。え、マジで？なんてプレーだ。マレク・ハムシク。メッシへ。オーバー！この選手がベイルです。クロース。オーケーオーケーオーケー。注目のハムシクです。ジョルディ・アルバ。サミエル・ユムティティ。コーチーニョ。コーチーニョ。まずいって！メッシよっしゃー！ずっと試合を支配していました。メッシー！くんやよ！おい！これで10ゴール目。ハットトリックもあるんじゃないですか？だあ違うアングルから見てみましょう。きついな。素晴らしい。バルセロついてはないよ。おいおいおい。じゃあ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 。エルブランコ。さあコバチッチ投入です。ちょっともう3バックに変えます。モドリッチトップ下に投入。ハリーケイン。いや、いやそっちか。危険な位置です。緊張感が増してきます。サイドを崩してチャンスを作った。いやそっちか。アベス・ロドリゲス。オーケー。なんてプレーだよ。おいおい、ファールでしょ。ないか。いや、なんでカードないの。注意で済みました。お互いヒートアップしてきてますね。私の退場だスタイル。じゃあ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 
違う、ね、完全にファウルだな。このタックルには監督も怒っているようです。もっと上がってほしいな。ラファエル・バラーニサイドへ展開します。コバチッチパスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り、いや、なんでそんなトラップになっちゃうの。クリアされました。いや、このゲーム後半が開始されてからしばらく経ちますが、バルセロナがリードを奪っています。いや、そっちじゃないって。おい、行ったぞ今。バルセロナ前が空いている。ネルソン・セメド、ブスケッツへ。まずい。メッシが持ちます。ビダリ、アムシグー。よーしよしよしよし。おいおいおい。よしよしよし、この1点でかい。サイドの裏空いてる。さらに点差を広げたことで、きついな。見えてきましたね。きついな。投入。汗汗しよう。この試合でも動きが目立っています。マテオ・コバチッチ、ギバギバギバ頼む。出てー、足ボット出そうよ。サイドでメッシ、これは危険です。エジル、え、なんでそこそんな開けてる場合じゃないでしょう。いやゴールならず。やらないで。少しずれ、また椅子デリフト。え、なんであんの。ウスマン・デンベレ、サイドから勝負に。おいおい、ビダルへ、ジョルディ・アルバ、スアレス。いやー、それにしてもしっかりとパスをつないできますね。そうですね、狭いところでも。ちょっと時間。ああ、いや、失礼しました。時間とかじゃねえけどな。なんで？もう一ぐらいには行きたいんだけど。さあ、レアルマドリーが徐々に押し込んできました。ね、いや、クリアクリア。いやー、それでー。マテオ・コバチッチ、ベイル、ナイスブロック。この選手が止めた。え、ちょっと何で。ここはパスミスになりました。ボールを失います。ベイル、ちょっとなんでもっとガッツンといかない。いい位置でのフリーキックです。うちの話。じゃあ直接狙いにつけて、もう無理だ。ちょっと上手くなったって感じがしちゃって。おい、やでしてよ。おいおいおい、もういや、またやっちゃったわこれ。素晴らしいパス。ちょっとマジで。スアレスへ、エジルへ渡る。ちょっと引きました。いや弾きましたが、ここはプレーまたやっちゃった。このボールをキーパーが難なく対処します。よし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 。なんだよ。おい行くんだ。おい、早い時間で追いついたのが。スアレスの設定にミスった後の。これですごい盛り上がったのに。
これミスってちょっと焦ったけど、でも貴重な流れでしょ。あうぜえあんなの。ああ全然俺らのチャンスないな。素晴らしいヘッド。素晴らしい。ちょっとプレーオフ争いはちょっと厳しかったよ。プレーオフとかね。いよいよ18ヘタウトの勝ち点がゼロになってしまいました。もうここから落ちていくばかりでしょうか。それでは今日から俺はいやアトレティコ圧倒的だな。次節はバジャドリー戦になります。それではおい何の、はい、ルクラシコとい う, デントアルタカに負けました。あ監督です僕はさすがにこの大会に負けたということはこちらを食べたいと思います。いただきます。たくさん見れる